皆さんこんにちは、黒マナです。今回はエアジョーダン1レトロハイ OG のパテントブレッドの紹介をします。よろしくお願いします。こちらパテントブレッドは1月の17日にスニーカーズで購入しました。今回私が買えたのは大人のサイズではなく GS キッズサイズです。私はね、マイサイが24センチなので、ファミリー展開があるときは大人用と GS サイズ両方にエントリーができます。まあ、それもあってなのか、エアジョーダン1に関しては変えてるんですよね。なんか私のサイズってずるいですよね。で、今回のパテントブレッドですが、もう名前の通りでパテントレザーで作られたブレッドカラーのエアジョーダン1です。ブレッドはブルズカラーとも呼ばれていて、エアジョーダン1の OG カラーの中でも特に人気なカラーですよね。マイケル・ジョーダン様がブルズの時に履いていったカラーですから、歴史的背景的にもね、人気な理由がよくわかります。ただ歴史的背景をそこまで知らなかったとしても、もうね、この2色の組み合わせはかっこいいとしか言いようがないです。赤と黒ってね、どちらのカラーも主張が負けてない感じがいいです。で、今回この人気なブレッドがパテントレザーで作られているわけですが、もうテッカテカです。このスニーカーはね、すごくテカテカしているので、服と合わせるのが難しそうだなと思ったのと、ブーツやパンプスを履いていた時にパテント素材の分だと必ずね、足が痛くなっていたので、正直ちょっと買うのをためらいました。で、結局はカラーに惹かれて購入したので、アップでのディテールと遠目から見た着用した雰囲気をシェアしたいなと思います。ではまずアップで写します。今回パテントっぽいちょっとツヤっとした箱に入ってます。蓋を開けるんですけれど、今回気になったのは製造番号みたいな番号がないんですよね。ここにね、ちょっと赤い印が残ってるので、これだったのかな。皆さんはちゃんと押されてましたか？今回のアッパーはブラックとバーシティレッドで構成されています。ソールはホワイトとバーシティレッドですね。素材は何度も申し上げている通りパテントレザーです。足首周りはいつもよりももちっとした感触です。こちらにね、ファミリーという刺繍が入ってます。デシュータンはいつもと変わらない素材ですね。赤色でナイキロゴが入ってます。レインソールですが、めっちゃすぐ剥がれそうという感じで、こちらのパテントブレッドに関しては、このパテントレザーのテカテカと、あとはね、先ほど履き口にあったこのファミリーの刺繍、これがちょっといつもと違う点かなという感じです。まあ、あとはこういった付属品がついてました。かわいいです。何につけようかな。そしてこのテカテカ具合、どう履きこなすのが正解かわからなかったんですが、履いてみました。今回何に合わせようかなと思って着用画を調べてたんですけれど、なんかね、異様に着用画が少なかったです。10月に限定アクセスで先行販売があって、で、今回も結構即数出てるはずなんですけど、なんでなんやろ。唯一載せてた外人さんたちは赤や黒の服と合わせて履いてました。やっぱり今回ブレッドカラーということで、履くよりは飾ってる人が多いんかなっていうふうに思いました。なんか天候のせいなのか、ソールの白がかなり目立ってますね。いや、本当にね、これね、パテントどうかなと思ってたんですけれど、このね、テカテカしたっていう主張はあるものの、やっぱりね、ベースがね、黒なので非常に合わせやすいです。他のね、レザーやスウェードでできているエアジョーダン1とは全然質感が異なるので、新たなコーディネートを考える上での一足になったので、買うことができて本当に良かったです。なんならね、もし、まあ、そんなに値段が上がっていないようだったら、普通のね、レザーのブレッドがいつ復刻するかわからないので、背開け仕様にもう一足買ってもいいのかなって思いました。
そんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。もしちょっとでもいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。余談なんですけれど、 GQ ジャパンの動画の中で NFL 選手のジョー・ヘイデンさんが、廃盤になっていくから過去のモデルを手に入れるのは難しい、だから新作の発売を見逃さないっておっしゃっていて、なんかね、当たり前のことなんですけれど、すごく胸に響きました。プレネ買いのね、動画で宣言した通り、最近ね、過去のスニーカーを見漁ってたんですよ。でもその言葉を聞いて、目先のスニーカー情報をちゃんとチェックしたりだとか、もうアウトレットに出ていたりとか、もう買えなくなってしまうギリギリのスニーカーとかをちゃんと見て、自分好みのスニーカーをね、集めていきたいなと改めて思いました。でね、そのジョー・ヘイデンさん、ものすごくね、目をキラキラさせながらスニーカーについて語られてたんですよ。ほんまにスニーカー好きなんやろなっていうのがものすごく伝わってきて、なんか心が癒されました。よかったらね、皆さんも見てみてください。じゃあねー。